ウィリアム・デイビッド・ウィル・キーンはイングランド・ストックポート出身のプロサッカー選手。ウィガンアスレティック FC 所属。ポジションはフォワード。双子の兄のマイケル・キーンもサッカー選手。2016年8月30日、ハルシティ AFC に完全一席。ハルシティの監督がマンチェスター・ユナイテッドでアシスタントコーチを務めていたマイク・フェランであることが遺跡の決め手になった。 9月10日のバーンリー FC 戦で移籍後初出場。2019年1月、イップスウィッチタウンへシーズン終了までのレンタル移籍。2019年8月、イップスウィッチタウンへ1年契約で完全移籍した。2020年10月9日、2021年1月9日までの契約で、ウィガンアスレティック FC に移籍した。父親がアイルランド出身のため、 アイルランド代表を選ぶこともできたが、イングランド代表を選択した。優勝した UEFAU-17 欧州選手権2010ではメンバーの一人として参加し、決勝戦で途中出場した。U21 年代まではイングランド代表に選出されているが、A 代表での出場経験はない。ありがとうございます。